こんにちは。私たちのプロジェクトはゾンビのホラー映画です。このプロジェクトの選んだ理由はゾンビの映画が大好きですから。子供の時、ゾンビの映画はよく見ました。例えば、ジョージ・ムロの Night of the Living Dead と最近のゾンビの映画が大好きです。それに、バイオハザードというゾンビテレビゲームも好きです。その本はランディが私に貸させた本だ。だから、今学期にゾンビのプロジェクトを作りたかったです。私たちのプロジェクトを楽しみください。おい、クリス、ファンファジョはどうする？あと1週間しかないよ。おい、水を見ろよ。Good evening. 今日は11月23日2012年です。これは夕方のニュースでございます。最新のニュースは、出入国管理の問題ので、カナダがメキシコに戦争布告しました。その他のニュース、富士山が噴火しました。でも、富士急のガンダムのおかげで、死傷者がいません。手に乗ってください。大丈夫ですね。今日の特集記事です。最近の報告は、正体不明の病気発生についてです。この病気の症状の原因は、フィリピンからの魚の船積みでございます。その病気は、細胞破壊を負わせて、体が腐敗して、頭がおかしくなります。このバイルスの名前は、ロメロバイルスです。病気に感染した人は、人の肉を渇望します。感染から28時間後に、昏睡状態に陥ります。昏睡状態の後で、感染した人は亡くなります。この症状がある人を知ってるなら、1800-232-4636をかかってください。マジでこれはまずいよ。ここから出なきゃ。窓見てよ。もう始まってるよ。え？おい、武器を持っているかい？うん。ナイフだけだ。君は？同じだ。何か使えるものを探そう。あれ。ジョーだ。多分、ヤスの武器だと思う。あれ？ランディのトライポッドがまだある。何もない夜いいんだね。わかった。誰も見当たらないか。カロに一人立っているのが見える。あの人をぶっ殺して橋を張ったるぜ。これは一番の方法だ。分かった。三つ数ってから行くぜ。一、じゃ、二、三、行くぞ。大抵人はまだ救出にいるみたいです。いいチャンスだ。おい、カメラを持っている一体どうつもりだ？一緒に一度のチャンスだよ。どんなに時間がかかってもできるだけ猛力しなくちゃいけない。携帯電話がまだ使えるなら Twitter にするに。そうか。おい、あれはランディでしょ？
なんだって？本当かな？行こうよ。ランディ、大丈夫か？噛まれてないよ。大丈夫。よく行ってきた。俺はサンタクラーダにあるラッカーに銃を隠したから。行こう。てるんだ。みんなは授業にいるはずじゃなかったのか？知らない。でもここから出なければならない。車はどこ？橋の向こう。アレンは？私も。くそ。みんなは大丈夫かな？わからない。でも彼らのことを後で考えよう。もうちょっとだよ。こちら。このドアを押さえるから、クリスは他のドアを…早くしろ！ラカの番号覚えてない。早くしろ！僕たちはこのドアを一生押さえていられないよ。確かに、ランディのゾンビマニアは今、僕たちを助けているの？サクラメントにゾンビの反省とするは思わなかった。皮肉なもんだ。やった！あなたたちと終わってあげるから、準備してから橋を割って車に行こう。それでジャクソンにあるアダムのランチに行こう。そこにまあまあ静かだよ。それはいい計画だね。じゃあ行こう。何行こう。ランディはね、捕まったよ。助けるかどうかわからない。ランディはゾンビについての専門家だった。しっかりしろ。大丈夫だよ。彼が僕たちにくれたチャンスはダメにするな。分かった。ごめん、熱くなっただけだよ。ほら、あそこにほら、大丈夫だって言ってじゃない。あともう少しだよ。僕の車はそこにあるよ。早くドアを開けてよ。さあ、開けてるよ。アダムのランチの行き方知ってるかい？確かではないけど、ジャクソンに向かって行けばいいんだよね。まさか。